定刻となりましたので、ただいまから令和6年度県と市長の地域づくり連携協同協議会市議と市長庁の円卓対話を開催いたします。私は本日の進行を務めさせていただきます三重県鈴鹿地域防災総合事務所の杉野でございます。よろしくお願いいたします。この知事と市長庁の円卓対話は、地域の諸課題について知事が地域に出向き、現場で直接市長庁様から聞き、対話を通じ県と市長のパートナーシップを進化させること、地域課題、地域の諸課題に対する共通認識を醸成することを目的し開催させていただくものです。本日の対話の開催地である鈴鹿は、自動車レースの最高峰 F1 グランプリが開催されるモータースポーツの街として全国に、そして世界に広くその名を轟かせ、自動車産業をはじめとする製造業が発展しております。またそれだけではなく、豊かな自然にも恵まれ、米やお茶、花木などの栽培など農業そして水産業にも盛んに行われるほか、歴史に含まれた伊勢型紙や鈴鹿積みなどの伝統産業も営まれるなど、バランスが取れた町と言ってよいと思います。そんな鈴鹿市での知事と市長庁の円卓対話ですが、1対1では今回が初めてとなりますので、お二人の熱い思いをお聞かせいただけるのではないかと思っております。限られた時間ではございますが、有意義な対話となりますようよろしくお願いいたします。それでは対話に先立ちまして、一見知事と末松市長から一言ずつご挨拶をお願いしたいと思います。まずは一見知事からお願いします。はい、すみません、よろしくお願いいたします。鈴鹿市の皆さん、こんにちは。三重県知事の一見でございます。この県民対話といいますか、市長さんとの対話は知事になりまして、まあ、半年ぐらい経ってから始めさせていただいたものなんですけど、鈴鹿市市長さんとの対話は、まあ、今回で2回目ということになります。前回の通途亀尾さんと一緒にやらせていただいたので、単独では始めたということです。鈴鹿市さんは、まあ、非常に鈴鹿という場所はですね、歴史が古い、7世紀の日本書紀にもその名前が出てくるというですね、まあ、その頃から多くの方が往来をされてたのかなというふうに思います。私自身は鈴鹿っていうと、自転車に乗って青少年の森のプールに来たりとか、それからアイリスとかハンターに買い物に来たりとかいう場所でありましたけど、まあ、そういう意味では隣の町という感じですかね。それと白子には、まあ、うちの一族の一味勘右衛門がですね、江戸時代に大黒屋光太夫の船主としてですね、の一人ですね、船主の一人としておりまして、鈴鹿の伊勢商人のうちの一角を占めてたというのは我々の一族でありますので、非常につながりが深い場所です。私の親戚が、まあ、白子を中心に神戸とかですね、で学校の先生もさせていただいたりしてますので、まあ、非常に身近な地域でございます。そこで、まあ、どういうような今課題があるのかというのは、今日はですね、つぶさに末松市長からお伺いするために参りました。今日有意義なお話になりますようによろしくお願い申し上げます。どうもありがとうございます。ありがとうございました。続きまして末松市長お願いいたします。本日は一見知事には大変お忙しい中、鈴鹿市役所までお越しをいただきまして本当にありがとうございます。また貴重なお時間をいただきまして心から感謝申し上げます。ここに来ていただく前には、自走のお話も含めて鈴鹿の県の庁舎の方でフリートークがあったというふうに伺っておりますが、まあ、そういった課題も含めですね、鈴鹿市にもいろいろな問題がございますので、その中で本日は地域医療の体制の確保ということと、地域公共交通の活性化というような2つをテーマにしていただいてですね、ぜひ対話をいただけたらというふうに思っております。両方とも本市だけの課題ではないかというふうに思いますが、この津市と四日市市の間にあるこの鈴鹿市の中での医療圏という問題であったりとか、それから鈴鹿市でも高齢化が非常に進んできておりますので、そういった中での交通に対する問題、そんなようなことをお話ができたらなというふうに思っているところでございます。
今日はこの市役所で開催をさせていただきましたので、市民の方にもお越しをいただいております。ぜひいろいろな有意義な意見を双方がさせていただく中で素晴らしい会になりますことを記念をさせていただきまして、一言の挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。それでは早速対話に入らせていただきます。本日は皆様のお手元の事項書にあります鈴鹿市からご提案いただきました2つの対話項目について対話を進めさせていただきます。それでは対話項目の1つ目、地域医療体制の確保について末松市長からご説明をお願いいたします。はい、それでは一つ目のテーマといたしまして、地域医療体制の確保についてお願いをしたいと思います。三重県におきましては、本年3月に策定をされました第8次三重県医療計画に基づく各医療施設の医療施策の着実な実施に向けて、主に救急医療、小児医療、医師確保の3点を説明をさせていただきたいと思います。まず1つ目の救急医療についてでございます。救急医療は病気やけがの重症度に応じて初期、第2次、第3次救急医療という3段階の体制に分かれて整備をされております。初期救急医療は比較的軽症の患者様を対象に主に外来診療により行うものであり、本市では鈴鹿市応急診療所を設置し、休日や夜間における患者の受け入れ体制を整備をしております。一方で第2次救急医療は手術や入院治療を必要とする重症の患者を対象として行うものであり、第8次三重県医療計画においては第2次救急医療にかかる県域を救急医療圏として、県内9つの救急医療圏を定めております。これが今出ているところが9つの救急医療圏であります。本市は鈴鹿亀山で霊気救急医療圏のところに当たります。で、そういった中で医療体制としては現在鈴鹿中央総合病院および鈴鹿海生病院に対応をいただいているところでございます。霊気救急医療圏における救急搬送の状況につきましては、スライドの枠内に記載をしております通り、近年の救急搬送件数は新型コロナウイルス感染症の感染拡大期において一旦減少には転じましたものの、令和2年の9807件以降年々増加傾向にございます。これにより本市の二次救急医療機関である鈴鹿中央総合病院、鈴鹿海生病院の受け入れ件数も増加をしており、救急患者の受け入れ対応に両病院ともご尽力をいただいております。また霊気救急医療圏内の他の病院におきましても対応いただいておりますが、霊気救急医療圏内では対応が非常に難しい重篤な患者等につきましては、県外の第3次救急医療機関に対応をいただいているところでございます。このため第8次三重県医療計画において霊気救急医療圏における第2次救急医療に対しましては、受け入れ困難な傷病者が発生をした場合の受け入れ体制など今後の在り方について協議検討が必要であると記載をされております。つきましては霊気救急医療圏における今後の二次救急の在り方につきまして、三重県としての考え方やビジョンなどお示しをいただきますと、救急医療圏を構成する自治体間の、お示しをいただき、自治体間の調整も担っていただきたいと思っておりまして、今後の在り方について協議検討を行うためにぜひいろいろな場をですね設置をしていただくなど、何かご対応があったらというふうに思っているところでございます。救急医療につきましては以上でございます。これ一個一個もうずっと全部言っていいですか。一つずつやる。それではお願いいたします。はい、まとめてズバッと答えてしまうとぼやけてしまうかもしれませんので、はかばかしい答えができるかどうかは別にしまして、二次救急医療体制が霊気地区が弱いのは事実でありまして、これは先ほどの地図出していただけると分かると思うんですけれども、
やっぱり核となる大きな病院がですね、まあ、大きいといっても中央病院とか海鮮病院とか折りなんですけど、県内でいうと、まあ、そこまで大きくないということになると思いますけど、まあ、ないのが一つの、まあ、理由かもしれませんし、それからいざとなれば四日市の医療センターに運ぶ、宇都宮大に運ぶというようなことが、まあ、できるのでというのもあるかもしれませんが、医師がやっぱり少ないですよね。で、まあ、これ私も実際に自分の身で経験してますんで、うちの祖母が高速で倒れて亀村医療センターの中に運ばれて、でそこでは対応できないというので中央に運んでもらって手当を受けたという経験もありますので、まあ、この地域一体として、まあ、医療提供の体制ができたのは事実です。でそうは言うてもですね、県内でやっぱり医師の数がここは特に足りないということですから、まずは三重県に医師を増やさないかということで、まあ、奨学金制度でありますとか、あるいはその三重県出身の医者で、県外で働いている人ですね、三重県で働くメリットはやっぱりそこを医者にも渡さんと働いてきてくれませんので、まあ、そういう働きかけを県でもやっているところです。ただこれ時間かかります。すぐには増えませんので、まあ、それ時間かかりますけど、せやけどまず対応やっていかなあかんので、全体の医者をまず増やすと、徐々には増えてはきてるんです。三重県はまだ東京と大阪の間にあるので、まあ、住みよい場所でもあるし、何かあった時の東京にすぐに通える場所でもあります。リニアができるともっと通いやすい場所にもなりますので、増えてくることはあると思うんですけど、今の時点ではまだ足りない。で、二次救急医療体制の中で亀山とお話を多分されておられると思います。亀山で言い分があるとは思いますけど、まあ、よくお話をしていただくのが大事であると思ってまして、県としてもその状況よく分かっております。第8次医療計画を作っておりまして、その中にも先ほどおっしゃったように記載がありますので、我々県としては漁師でお話をしていただく話ではあるんですけども、まあ、例えば場所を開かせていただくとかですね、まあ、これ今教育会も実はありますので、そこの場所でお話をしていただいても結構だと思いますし、あるいはそれではなくて、まあ、もう首長同士で話をする、あるいはハイランクで話をする場所を別途作ってくれというのであれば、それもやらせていただきますのでですね、まあ、とにかく今ある医療体制の中でそこを増やしていくのは大事なんですけど、今ある医療体制の中でどうやって命を守っていくのかということをですね、県としても一生懸命考えさせていただきたいと。そして仲介の労を取らせていただく、あるいは場所を作らせていただく、これについてやぶさかではないということでございます。ありがとうございます。最初の挨拶でちょっと申し上げたように、この鈴鹿市の場所というのが津さんと四日市さんにちょうど間のところでありまして、二次救急についてはそういった中で、まあ、小児科の医師がいないとか内科の医師が足りないとか外科のお医者さんがちょっと不足しているとかっていう関係で県の医療センターに運んでいただいたりとか、あるいは津の方の、まあ、三次はもちろん大学病院ですからそちらの方に運んでいただいたりとかっていうことはあるんですが、まあ、従来から中央さん海生病院さん双方頑張っていただく中で、もう今ワンコールで取っていただけるようになりましたし、救急については非常にベッドもしっかりと埋めていただく中で対応していただいております。これからこの救急にとって少し問題になるかなと思っているのは、後方支援の病院の確保だというふうに思っておりまして、そういった中でいくと、この前も、中央病院さんの会議で、亀山の医療センターの先生も来ていただきながら、まあ、そういった仕組み作りをしていこうというようなお話もさせていただいているところでございますので、まあ、今後二次の後方支援というかそういうようなところについてもまたぜひいろいろなご調整をいただけたらなというふうにも思っております。亀山市さんと鈴鹿市と、会う場所が多いですし、もう市境のところに海生病院さん立っておりますので、そういう意味でも双方が連携ができるように我々も
いろんなところで話を進めていきたいというふうには思いますが、ただいままたご挑戦もっていうようなところもお話をいただきましたので、そんなことも含めてですね、ぜひ救急についてはまたこの鈴鹿亀山のこの医療圏の中で完結化できるとは思っておりませんので、 なんとか周り近隣も合わせてこうフォローをしていただけるような県全体の体制づくりというものをぜひ、していただければありがたいなというふうに思っております。ありがとうございます。それではお時間ございますので次の項目をお願いいたします。はい、すいません。それでは小児医療についてでございますが、三重県における小児医療体制は小児救急において、常時診療できる体制を整備するとともに、県域ごとに少なくとも1カ所の小児専門医療を取り扱う病院を確保するため、県内4つのエリアを県域としておられます。本市は小児医療ゾーン1および小児医療ゾーン2の2つの県域に含まれており、市内で唯一の小児専門医療を取り扱う病院である鈴鹿中央総合病院をはじめ、近隣の小児地域医療センターや小児中核病院と連携を図りながら必要な医療が受けられるよう体制整備を進めることとされております。こちらは小児科医師の状況について厚生労働省や三重県が公表をいたしました統計調査の結果から算出したグラフでございますが、三重県全体の小児科の医師は平成28年から令和4年までの6年間で30人増加をしており、県全体では増加傾向にございますが、令期構想区域では1人の増加と横ばいの状況が続いております。また小児人口に対する小児科医師数を見ますと、令和4年における令期構想区域の小児人口10万人あたりの小児科医師数は 60.4 人と全国や三重県の平均値を大幅に下回っており、地域医療構想区域別では三重県内でも最も少ないという状況でございます。このような状況の中、特に本市では病院勤務の小児科医師の不足という問題を長年抱えておりまして、市内で唯一の小児救急医療機関である鈴鹿中央総合病院の小児科医療体制が縮小しておりますことから、夜間における小児救急の受け入れが非常に困難な状況であります。そのため本市における夜間の小児救急医療は主に国立病院機構三重病院にお願いをしておりまして、また県立総合医療センターにもご対応いただいております。このままですね、このような傾向が続いていくと非常に厳しい状況になっていくというふうに思っておりまして、特にこの小児人口の多い霊気地域におきましては、入院を要する小児救急医療も24時間で対応できる体制を確保したいというふうに考えておりまして、ぜひともこの点におきまして第8次三重県医療計画に基づくこの小児医療対策を進める上でも重要な一つとして、この施策についてもご推進いただけるように何とかお願いをしたいなというところでございます。病院にもいろいろお願いには行っているところでございますが、なかなか安定的なこの医師の、特に小児科の医師の確保に向けて、お答えがなかなかもらえづらいところもございますので、ぜひですね、また三重県さんと一緒になってこの小児科医師の、確保について、また派遣についてもお願いをしたいというふうに思っております。知事よろしくお願いいたします。先ほど医師不足という話、三重県まだまだ医師不足ということを申し上げましたが、小児科は特に顕著ですね。でこれはやがて、徐々に県内は増えてきてるんですけど、鈴鹿は、亀山もそうですけど、人口1万人あたりの、小児科の指数は県内で一番やっぱり低いという状態であります。基本そのお医者さんをどこの病院にどう派遣する、開業される方は別にして、どこにどう派遣されるかと、お医者さんお医者さんの世界がやっぱりありますんで、行政官との関係はなかなか難しいところだと、行政がこうしてくれと言っても他の業態とは違って、医者は医者で自分で考えるとこういうことになりますよね。それご存知の通りでありますので、三重大がその機能を今担ってるわけですけど、三重大の小児科の先生と話しても小児科の資質がやっぱり足りないんですよ。なのでここはやっぱり小児科に来てもらう医者の数を増やさなあかんのですけど、
まあ、うちの弟も小児科に医師してますんで本当に忙しいです。50過ぎても年間休みを取れません。そうするとそこに行きたいという人がいない。他のもうちょっと楽なところに病院勤務であればね、基本あの給料あんまり変わらないんで、どこ行ってもということがあるので、そこは本当に明大にお願いをして小児科の医師数を増やさないかんのですけど、まあ、それだけではいかんので我々県としてもですね、研修費用を市の皆さん、市や町の皆さんに小児科の、初期の研修を実施していただいているところに研修費用を出させていただいたりもしてますし、あるいは当番日にですね、患者を受け入れていただいている二次救急医療機関、この必要な費用について補助もさせていただいたりしています。まあ、こういうのはやってるんですけど、これ対処療法ですので抜本的には医師の数を増やさないといけない。そうすると研修医に働きかけて、研修の皆さんに小児科で働いてくださいで我々が言わなきゃいけないのと、あとは、医学部の世界っていうのはご案内の通り診療科ごとにこう分かれてますんでですね、そうすると小児科の、まあ、医局の人が自分の医局に入ってくる人に対していかに魅力を伝えてで入ってきてもらうか、研修医専攻医になるときに小児科になってもらうかってことをやってもらわなきゃいけないんで、我々も三重大にぜひお願いしたいとこういうふうに言っているところであります。で、我々としても三重大さんと連携しまして若手のお医者さんを対象にして小児科の魅力を伝えるセミナーなんかやってはいるんですけど、これも行政官がやっても限界ありますよね。やっぱり持ち屋持ち屋でお医者さんがやらないかんので、お医者さんにぜひその数を増やしてください。で、まあ、研修医の方々と年に1回私もお話をする機会を設けていただいてるんですけど、あのこれ肌感覚ですけど女性の医師が増えてきました。まあ、国立大学はあんまり関係ないんですけど、私学ではかつてあの男性に桁博士入学の点数ですね、これはひどいことなんですけど、まあ、それで女性がなかなか医者になれなかったという時代があのついこの間までありました。それも変わってきました。そうすると女性の医師が増えてくる。で、女性の医師であれば小児科を選択していただける人も増えてくるんじゃないかというふうな期待はしてますし、先ほど肌感覚と申し上げたのは研修医の方々とお話をしている中では、あの小児科に行きたいですっていう人が増えてはきているような感じはします。ただ実数としてはまだそこまで出ていないので、これを増やしてもらうために医局の小児科の先生方に頑張っていただいて、研修医の方で小児科を専攻していただく、そこをやっていくのが大事かなとは思ってます。まあ、あの明大の皆さんと一緒になって我々も、医師の確保、それから偏在対策に取り組んでいきたいとは思っているところでございます。ありがとうございました。ありがとうございました。そしたらあの3番目のですね、医師確保についてでございますけれども、あの先ほどお話をさせていただきました小児科につきましてもそうですし、今知事からお答えがありました他の診療科についてもそうなんですが、まあ、あの本診においては特に小児科産婦人科というところが不足をしておりますし、救急に対応ができるお医者さんの数が、非常に少なくなってきておりますですので、あのそういった中で、この地域で の医師の、地域偏在とか診療科の偏在というものが、あの我々の地域でもよく出ているのではないかなというふうに思っておりまして、この医師の地域間あるいは診療科間また病院、診療所間のですね、この偏在の是正を図るためにぜひ実効性のある偏在対策についても検討をお願いをしたいというふうに思っております。あの地域の魅力ももちろんそこの中にも入ってくるかというふうには思っておりますが、まあ、そういったその地域診療科の偏在というものが少しでも緩和をされれば、先ほどの小児科の問題も含め、若干なりにも道筋
域が見えてくるのかなというふうには思っております。でこれは県だけで、またあるいは基礎自治体だけでできるものではないというふうに思っておりますので、国の方へも三重県からもぜひ積極的にこの地域偏在について、新緑化偏在について働きかけをお願いしたいというふうなところが1点でございます。でさらに、この医師不足の地域における救急対応の担い手の確保を図る観点からも、できましたら三重県においても、緊急時の対応を行う救急往診の導入等の取り組みについても検討をお願いしたいなと思っております。これ私注意教に出させていただいてて、いろんなその民間のですねお医者様のそのとかファストドクターとかコロナの時に非常にこう頑張っていただきましたけれども、そういうようなところも、東京都会だけではなく、こういった地域にも参入していただけるようなところがあれば少しでも変わるのではないかなというふうに思っておりますので、よろしくお願いをしたいと思います。はい、ありがとうございます。鈴鹿に魅力がないということではないと思います。私もすぐ近くに住んでおりましたので、ええとこやと思いますよ。ただ全体のやっぱり医師の数が足りないというのが最大の問題なんですよね。そうすると医局、三重大の医局はどうするかというと、医師が必要と思われる、普通の三重大の病院ですね、それから四日市の医療センター、そして、南でいうと伊勢市跡、ここに人を貼り付けて、で患者さんをそこに移ってきてもらおうというか移動してもらうって、そう考えますよね。でただ全体の数が増えてくると、経済のトリクルダウンと同じですけど、じゃあ次は鈴鹿に医師を貼り付けましょうと、こういうふうになってくるので、やっぱりもう全体の人口の問題と、それから医師の数ってことですね。全体の医師の数をとにかく増やすしかないので、そこは我々も懸命にやってますが、なかなか行政官には実は限界があるところであります。そんな中でも、地域枠ですね、全体としては地域枠が縮めるようにと、これから人口減ってきますので、医者を何人も作ってしまうと、他の業界のように、その医者になったはいいけど仕事がないっていうことになってしまうというので、これ医師会が、社会的になってこう言っておられるわけですけど、それでも今足りない地域があるので、そこに、地域枠をなくすというのをやめてくれっていうんで、三重大の地域枠を継続をしてもらって、数を減らさんと置いといてもらってます。これからもそれをすべきだし、本当は伸ばしていきたいんですけど、なかなか難しい問題があるのは事実です。それともう一つは、自治大は三重県からお金を出して医師を実は東京で作ってもらって作ってもらってるんですけど、ここの数を増やせないのかということも今考えて、議論してるんですけど、キャンパスの問題もあって、収容人数の問題もあって、なかなか難しいと、キャンパスだけではなくて、それは教育機関ですね、機械も含めてマシンも含めて、それが限界があってなかなか難しいというのがあってですね、少しでも三重県に来てもらう意思を、それこそその三重県の魅力を高めていかないかというふうには思っています。実は研修医で他県から来ていただいている人たちもおります。で三重県に残ろうとしていただいている人たちもいます。やっぱり医者にとってそこに残るっていうのは、別に自然が豊かで食べるものが美味しい、それだけでは用ないですよね。観光客と違いますので、ですからスキルをどれだけつけられるかっていうところではありますので、四日市とか、三重大はあんまり言われてませんけど、四日市とか伊勢西関は患者数に比べると医師の数が少ないので、逆にっていうことなんですけど、なのでさまざまなその臨床ができるということで、他の県から選ばれるようなこともあるんです。だからそういった魅力を訴えていって、全体の数を増やして、確保していくということが重要かなと思っています。特定診療科っていうのを言ってまして、医師確保対策、そこは急務だっていうところで三重県でやってるのは今、麻酔科とか救急科とか総合診療なんですけど、小児科も内情を聞いてみるとひどいことになっているということではあります。それぞれの科において医師を確保していきたいと思います。それから緊急事態をファストドクターと言われている、先ほど市長からお話しいただいた民間系のサービスですね。こ
これは問題なければやっていったらいいと思っています。ただ課題や問題点もなくはないという話がありますので、どういう問題があるのかで、例えば都会なら来てくれるけど実はこのぐらいの人口規模のところには来てくれないという話もあったりするとは思いますが、実はコロナの時も民間の方の力をお借りして、三重県出身者で他の県 の, 医学部を出られた方に実はお手伝いいただいて、これは診療ではないですけれども、前さばきの部分も含めてやっていただいたりしています。そういう方々がご協力いただけるならですね、患者にとっては住民にとっては非常にいい話なので、またここはご相談させていただきたいと思います。ありがとうございました。ちょっとでもお医者さんが増えるように努力はしてまいりたいというふうに思っておりますが、本当に各それぞれの病院にも高額医療機器を入れるときとか、例えば専門的なこんなことをしたいときっていうのをご相談いただくので、できる限りご要望にはお答えをさせていただいて、両病院にもしっかりそういった補助であったりっていうのは出させていただいてるんですが、なかなか若い研修医の先生たちが来てその後また次の研修に行ってしまうっていうことで、できるだけそこでマッチング化していただいて残っていただけるように、我々行政もしっかりもう少し病院とも対話をしながら、やっていければなと思っております。寄付講座っていうのも一つありだというふうには思っておりますので、そういうような手法も考えてまいりたいと思います。2番目ですね、はい、それでは対話項目の2つ目、地域公共交通の活性化についてお願いいたします。はい、それでは2つ目のテーマの地域公共交通の活性化についてでございます。まず、本市のタクシーの確保の現状、タクシー事情でございます。それから、運転手確保の対策、3つ目には三重県に期待をさせていただく交通化活性化施策ということで、3点を中心に説明をさせていただきたいと思います。それではまず、本市のタクシーの確保の現状でございます。市民の皆様も非常に、昨今感じられている方が多いかと思いますが、鈴鹿市では曜日や時間帯によりまして、四国駅や平田町駅等での主要駅でもタクシーを確保するのが、非常に難しい状況になってまいりました。タクシー会社のヒアリングによりますと、平日の朝の配車につきましては企業の出張者を駅やホテルから事業所へ送迎をし、夕方は事業所から駅やホテルへの送迎が予約をされているということでございまして、平成28年以降、タクシー会社の2社が事業所を撤退し近隣市町へ集約をされました影響から、本市のタクシー登録台数は過去10年で93台から39台まで減少している状況でございます。そのため廃車はされるものの、市内に営業所がないことから、廃車に時間を要しておりますし、また津市や四日市市に比べて事業者数が少ないことから、近隣市よりもタクシーの確保が難しいという要因があります。またタクシーの確保に問題を抱えているのは本市だけではなくって、スライドをご覧いただくと分かります通り、三重県全体の法人タクシーの車両数が1100台程度にとどまっておりますので、近隣の愛知県は7500台、静岡県は4400台、岐阜県は1700台と、本県の台数が非常に低いのではないかというふうに思っております。高齢化が進展をする中で、鉄道やバスに乗ることが難しい方々の移動手段といえば、タクシーが主流となっておりますが、慢性的に不足をしておりますことから、三重県におかれましても車両数の確保に向けての事業者への支援をお願いをしたいと思っております。また、三重県におかれましては現在ライドシェアの実証実験を進められておりますが、このライドシェア事業が本市が抱えるタクシー不足の解決につながるか、今後想定している活用事例等など合わせてお聞かせをいただければ大変ありがたいと思っております。ありがとうございました。交通分野は私が国でやってきた分野ですので、ちょっとだけ知識はあるかもしれませんけど、いや非常に面白い数字を見せていただきました。タクシーの三重県全体の車両数が少ない
ということなんですよね。大体三重県の人口は岐阜よりちょっと少ない感じですから、岐阜が1690台あって、三重県のタクシー車両1100台、これでいくと大体1400台、岐阜は三重県の人口多いんで、まあ、愛知はちょっと三重県の6倍ぐらい人口が、まあ、6、7倍ありますんで、ことちょっと比べるわけにいかないんですけど、それから名古屋って大都会があるので、岐阜と比べてもちょっと少ない気がします。これ多分ですね、三重県の都市構造のせいだと思います。岐阜、まあ、三重県と山口県以外のところ、山口県でも多いですね、これね。多分観光地の関係かもしれませんけど、三重県と山口県だけが、街道沿いに町が発展してきてるもんですから、中心的な町がないんですよ。他の県は大体県庁所在地に人口の4割から5割ぐらい集まってますんで、そうするとそこでですね、仕事ができるもんで、タクシーの車両多いんですよ。それは三重県分散しとるもんですから、通に何台、四日市に何台。で、通と四日市は大体駅前、まあ、時間にもよりますけど、行くとタクシー降りますわなと、ちょっと待つ時もありますけど、ところが鈴鹿は先の病院と一緒です。これ全く同じ問題っていうか、同じ、まあ、同根っていうか根っこ一緒で、要するに県の人口170万人おると、したがって医師の数、まあ、医師の数は減る、少ないですけど、実はタクシー車が少ないと、それをどう各地域に分けるかっていうことなんですけど、もともともっと人口集積した、県庁所在地なりあるいは中心地があるとタクシーシェアが増えるはずなんです。そうすると鈴鹿に来るタクシーシェアが増えるとは思うんですけど、根っこがやっぱり少ないというか、全体が少ないんで配分されるところですね。配分されるやり方はやっぱり人口に従って配分されるんで、医師の数と結局は同じですよね。で、まあ、しかしそうは言っててもしょうがなくて、私も実感として思いますけど、白子の駅で日曜日の午後立って待ってても全然タクシー乗り場来おへんので、しょうがないから電話で呼ぶと。で、電話で呼ぶと10分ぐらいかかりますけどいいです、まあ10分ならまた呼ぶかなってんで、ですけど、なかなかタクシーは数が増えません。これは全体の数の制限、まあ、上限規制をかけてるのがありますんでですね、車両を自由には増やせません。旅客が確保できないところはタクシー車両、タクシー会社が人員増やせるというわけにはいかないというのが今の、法律のやり方です。これですね、野放図に増やしていくと、かつてそんなことあったんですけど、タクシー会社で取り合いが起こったり、あるいは全くその安全を無視したタクシーの運行が行われるから、一定の数に制限をしているというのはこれ事実なんですよ。で、まあ、そんな中で、でも移動したい、特に鈴鹿は企業が多いですから、企業の人らはその出張に来たりして、まあ、本社から来たりして、タクシー使わなあかんのならあらへんやないかと、こういう話になるわけですけども、まあ、ライトシェアっていうやり方が出てきました。要するに、タクシーが、まあ、コロナで特にですね、運転手さんが他の職種に転校されたりして、で、タクシー車両余ってるけど、それを運転する人がおらへんと。で、もともと、まあ、鈴鹿ではおそらくタクシー車両数も少ない。そこに対してどういうやり方があるかっていうんで、まあ、考えてるのは国として大きく舵を切ったのは日本版のライドシェアに舵を切ったということです。三重県内では7月22日から昨日の9月16日まで、57日間ですかね、市まで、観光型ですけど夜だけですけど、18時から24時までやりました。で、まあまあ成績を上げております。で、まあ、この出発式の時には、まあ、あんまりそういう例はないんですが、本省から担当局長が私の3代ぐらい公認の人です、来てくれたりしてますし、それから、ハイヤータクシー協会の全国のですよ、会長も島までわざわざ来てくれて、やってくれてるんです。ライドシェア全国でいろいろやりつつある中でですね、で、昨日も実はその全国の協会の会長とメールでやり取りをしましたけども、島とりあえずまあまあいい形で終わっている、次もまた考えていくんですけど、他にもやりたいところありますよね、そしたら言ってくださいというふうに言われたので、今日の話もあったもんですから、鈴鹿市でもタクシーが足りませんという話をしてあります。で、彼は動いてくれるとは思いますけれども、実際にやっぱり地元におられるタクシー企業の方々
とのお話し合いも大事でありますので、まあ、そことも話をしながらですね、ライドシェア、日本版のライドシェア、日本版のライドシェアって今タクシーが足りないところで補っていく、もう一つ公共型ライドシェアっていうのがあるんですけど、これもまた別の話で、これも後ほど話が出てくると思いますが、まあ、そういったものをですね、必要に応じて考えていくというのが一番いいやり方かなと思います。またご相談をさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。本当にタクシーがいなくて、そうなんです、コロナ明けたら顕著にそれがよく分かるようになってしまいまして、まあ、ここにはその大タクシーの台数あるよって、でも次に話させていただく運転手さんの確保が非常に難しいよっていうようなお話も聞いておりまして、その点についてなんですが、2点目はですね、運転士の確保について、少しお聞かせをいただければと思います。先ほど申し上げたようにタクシーに限った話ではなく、地域公共交通事業者における運転士の確保が、非常に今難しくなっております。本市におけますバス、タクシーの運転士数は平成29年度から減少傾向にありまして、移動手段の不足につながっております。各事業者においては運転士の確保に向けたさまざまな取り組みを進めていただいておりまして、こちらは三重交通様の取り組みになりますが、学生を対象としたバス運転体験会の開催などを実施をしていただいております。しかしながら、各市町での各事業者の対策には予算やネットワークなどに限界がありますことから、バスタクシー等の運転手の確保に向けてはぜひとも三重県のご協力をいただきたいと考えております。次ですが、山口県においては県が主導となってバス、タクシー、運転士確保対策連携事業に取り組んでおりまして、バスの運転士採用に特化をした全国規模の就職サイトの開設や若者等を対象とした就職イベントの開催などをしていただいておりまして、このように持続可能な地域公共交通ネットワークの構築に向けて、若者や女性をはじめとした幅広い人材の雇用促進に向けた施策の推進をお願いをしたいと思っております。はい、ところです。すいません、1時間お願いします。はい、ありがとうございました。非常にこうピンポイントなお話運転士の確保ですね。これ運転士だけではなしに、もういろんな職種でも人が足りないようになってきてます。で、運転士の場合は非常に気を使う仕事でもあって、そこで、ある一定の年齢の方に以上の方にとっては非常に大変であるということで、他の仕事があれば他に転職してしまうということもあります。できたら65歳以上の方に残っていただくのが一番いいんです。実は65歳以上の人が、これは道のりっていう東北のバス会社の経営されている方、この間話をしたら、一番事故率が低いということなので、本当は残っていただきたい。体がしんどいから他の仕事に、三重県はまた仕事が余計ありますんでね、変わっていかれると。それから若い方は、バスとかタクシーの運転手よりも B 入りのいいトラックの運転手に変わっていくという、これコロナの時も顕著でしたけど、それが進んでいくということでありまして、なかなか運転手の確保は難しいです。で、冒頭言いましたように、先ほど言いましたように、運転手だけではなくて、もう日本は人口どんどん減っていくんで、どこでも人手不足の問題があるということで、この4月から県庁では人材確保対策課っていうのを作って、人手不足解消に向けた議論をし始めてます。で、その中には運転手の確保っていうのは項目として持ってまして、それから今年度ですね、今年度は実は予算も計上しているところで、何やってるかということで、山口は先ほど就職イベントとかセミナーをやっておられるということで、実は三重県もやってまして、バス運転士の就職イベントを9月28日に大阪でやる予定ですし、10月の12日は東京でやる予定です。で、そこに三重県も取り組みをしまして、一緒に出展をしたりしますし、それから事業者さん向けのセミナー、これも開催をすることとしています。
さらにはバスとかタクシーは人を乗せるものですから、我々普通免許しか持ってないですけど、人を乗せて運ぶための特別な免許、緑ナンバーって言われてますけど、それも貨物ではなくて人を乗せるための免許ですね、自主免許、これを取るための補助制度、費用かかりますので補助制度もやったりしているところでございます。まあ、これからもですね、この対応を進めていきたいと思っています。まあ、もう一つおっしゃるように、実は人口減少対策、人材確保対策っていうのは実は決め手がこれってあるわけじゃないんですけど、我々も半年ぐらい議論してきて分かったのは、一つはシニア層に活躍をしてもらう必要があるということで、先ほど申し上げました、まあ、65と言わず70くらいまででも運転手していただける、まあ、一定の年になると血管系の病気が増えてくるので、そうなるとなかなか運転してて急になくなったり、あるいは意識不明な、これ困るんですけど、まあ、それは常に検査をするということで、一定以上の年齢以上の方々は実はその事故も少ないんで、そういう方に働いてもらうので、シニア層の活躍、これは運転手だけではなくて全ての職域についてこれは必要だなって我々は思ってるんですけど、もう一つはやっぱり女性の方が働きやすい職場を作るっていうことです。バスの運転手も東京行くと女性多いです。もともと東急っていう会社、東急トランセっていう形で路線バス始めてますし、観光バスもやってますけど、もっともっと働いてもらってもいいと思います。特にバスの場合は、地域でもう大体完結しますんで、仕事がそうすると時短で仕事をしていただくのにちょうど馴染みやすい仕事かもしれませんし、そういう意味ではその子育て世代の方には働いていただきやすい職場の一つかもしれない。だから男性社会だという、まあ、三重県まだまだ女性あんまり働けてないんですよ。男が働きすぎてるというか、過ぎてるというわけではないですけど、女性が活躍できる場所をもっと作っていかなあかんというふうに思います。そのうちの一つがやっぱりバスの運転手、それからタクシーは最近女性が増えてきてはいるんですけど、これもやっぱり時短正規の職場を拡充していくというのが大事かなというふうには思っていると思います。もう一つは外国人なんです。やがて外国人、フランスにおっしゃいましたけど、運転手さんがフランス籍以外の人って、これようある話でありますので、やがて日本も変わってくると思います。運転手さん、バスの運転手さんが日本国籍じゃない人っていうのも場合によって出てくるかもしれない。まあ、そこ行くまでまたちょっと時間かかりますけど。ありがとうございました。タクシーの運転手とかバスの運転手が女性が働きやすい職場の一つであるというのはちょっと意外だなっていう感じが、はい、を今したところでありまして、そういう中ではその働き方改革や女性の活躍推進というところでも、少しそういうような主眼においてですね、施策の展開というのもあるかなというふうに、はい、思いました。次でありますけれども、最後に三重県に期待をします交通活性化政策についてであります。令和6年3月に策定をされました三重県地域公共交通計画に記載をされております県民アンケートでは、充実してほしい公共交通の路線の考え方として、居住市町の中での移動手段の充実、また近隣市町につながる移動手段の充実が上位であり、この2つで約 70% を占めております。また行政が行うべき取り組みは何ですかということで、こちらについては乗り継ぎ環境の充実、また運行本数の維持、これが上位2つでございまして、これで約 75% を占める結果になっています。本市の地域公共交通計画および総合計画におきましても、既存の鉄道やバスを維持することで地域住民の皆さんの移動手段を守ることに加え、廃線をした路線や減便をできるだけしないでくださいというような公共交通空白地域の拡大を防ぐことを目的にしておりますが、そのような中で本市での公共交通といいますと、Cバスであったり、廃止代替路線についての市から補助金を出させていただいて走っていただいているというような、そういうような代替バス
それから今度ですね19日から始めさせていただく予定でありますが、3地域におきましてデマンドタクシーを今回実証実験を終えて少し地域の皆様方にもお世話になりながら始めさせていただきます。まさに19日からと21日からと地域でこのデマンドタクシーを今回運行をさせていただきます。そのような中で何とか交通空白地域を少なく、また高齢者の皆様方や地域の皆様方の足の確保ができるようにということで取り組みを進めておりますが、三重県におかれましても先ほどのアンケートの結果等もありますが、広域幹線である市内5路線の地域間系統バスの維持、また広域幹線かつ市内幹線であります伊勢鉄道の維持等に向けて公共交通に対しましても、また広域公共交通に対しましても引き続きの強化対策をお願いをしたいと思っておりまして、こちらについてもご所見ありましたらよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。まずですね、公共交通がとても大事だという話をまず申し上げたいと思いますけど、三重県毎年1万人アンケートっていうのを年末にやっております。で去年も今年の1月にかけてアンケートしたんですけど、で三重県で住むにあたっての不満なんですかっていうのも聞いてるんですよ。こうすると例えば、所得もうちょっと増えた方がいいよなって普通出てくると思うんですけど、一番目に出てきたのは公共交通なんとかしてほしいっていう話です。私ら若い頃は市長もちょっと年代がだいぶ若くていらっしゃるので違うかもしれませんけど、大体大学に入ったら免許取って、で車に乗って、こっち言うと青山高原とかいろんなとこ行くっていうのが若い人の行動ではありましたけども、今若い人はあんまり免許取らんのですよね。取っても車買いません、ので、公共交通に今勢い頼るっていうことになるんですけど、これがあんまりない。これなんでないかということなんですけど、これ運輸行政の問題です。私35年間、運輸省国土交通省で働いてきましたけど、これは私、県で働いて、これ運輸行政が失敗しているところの一つやなというふうに思いました。何かというとですね、運輸行政というのは国の国土交通省があって、それから名古屋にある運輸局、この地域でとあって、そして通にある陸運支局、運輸支局でお仕事するんですよね。だから県通してないんですよ。医療関係の行政とか労働関係行政とか建設関係の行政っていうのは県を行って通すんです。県に仕事をさせるんです。でそれやってもらった運輸行政って事業者行政やってきたんで、バスとかタクシーとかトラックとかそういう行政を、航空会社もそうですし海運会社もそうですし、やってきてて地域に密着した行政はやってきてないので、で C バスとして馴染みがあるんですけど、私が名古屋の運輸局の部長、自動車の部長をしてた時に、鈴鹿は本当に C バス一生懸命やられて、当時白塚山さんっていうスーパー係長といって国でも有名になった係長さんが俺熱心にやられたんですよ。誰か一人熱心にやられる方がおると、そこのコミュニティバスが結構いい方向に進むんですよね。ご退職されたというふうに伺ってますけどそんなことがありましたけど、当時 C バスは今頑張って、また今現役の鈴鹿市役所の方々がやっておられるんで、これからまたいい方向に進んでいくと思いますけれども、実は基礎自治体とは一緒にやるんです、運輸行政って。ところが県を通してないので、例えば基礎自治体の方々だと、人が人数がそんなに多くないから、変わっていくとやっぱりノウハウがたまらないっていう問題があって、でこれを県に相談したいというのは、県はその行政やってませんということになるので、ノウハウは実はないです。実は多分三重県庁の中で交通行政に関して一番知ってるのは私じゃないかと思うぐらいではありますけれども、それを変えようというので、去年の4月から三重県内に地域交通を専門にやる部局を作って、で既にもう鈴鹿市さんともお話をさせていただいてますけど、今年度は三重県の中で鈴鹿市さんと、それから南伊勢町さんと島市さんと、それぞれタイプの違う自治体を選ばせていただいて、重点取り組みをやらせていただいています。Cバスについても今いろいろな意見交換をさせていただき、ご支援もさせていただいているということですので、ちょっとその1万人アンケートの結果を見て、これ何とかさんに、実はこの話は全国で同じ話が起きているんです。起きていて、まだ県が地域公共交通に関与してないところも多いと思います。
でもそれじゃいかんというので、まあ、たまたま私が文書の出身なのでやり始めましたし、これからもっと強化をしていかなきゃいかんと思います。この間も全国知事会で話をしてまして、県の仕事ってやっぱり県民の命を守る仕事なんで、一番大きな防災だよねという話を何人かのやっぱりチームに言ってました。それから医療だよね、先ほど医療の話でまさに師匠の目の付けたところ正しいと思いますけど、医療ですよねと。それからその時に、ね、交通ですよね、みんなね、どこでも交通の不満がもう渦を巻いてるわけですよ。でこれなんとかせないかんということです。で鈴鹿は幸いなことに頑張って作っていただいた、鈴鹿市さんが本当に力を入れて作っていた C バスという、これ貴重な財源というか財産があります。それをさらに拡大をしていっていただきたいということと、それから公共型ライドシェアって先ほど言いましたけど、日本型ライドシェアというのはタクシーを補うものなんですね。で公共ライドシェアっていうのはもうそのバスも走らん、乗り合いタクシーもなかなか行かんって交通空白地においてボランティア輸送、年齢が60代70代の人が80代90代の人を、いや同じ70代でもいいんですけど乗せて動きましょうと、ボランティア登録などをしていただいて、多少のお金はお払いするような形なんですけど、で車はですね持ち込んでいただいてもいいですし、自治会の車でもいいですし、市が買っていただいてもいいですし、買われる時には県が補助しますので、そんな形で車を持って、でそれで例えばその市役所の支所に車を置いておいて、そこで受付をしていただいて、みんなで乗っていただくというような制度をやっていかなくてはいかないんですけど、三重県は29ある市町の中でまだ9つ市会はそれやってないんです。で交通空白地帯は全部にあるとは言いませんけど多くの市町にあるはずなんです。でそれをこれから増やしていかないかと。ただこれ実はネックがあって、タクシーが終わりの地域があるんですよ。例えば1台2台を走らせておられる、でそれなくなると困ると。でもそういうボランティア輸送を入れてしまうとそのタクシー会社は潰れてしまうと、これも切実な問題なんです。それで私は局長の時に、その制度を考えてやったのは事業者協力型のボランティア輸送、公共ライドシェアっていうふうに今名前が変わってますけど呼び方がですね、これであればタクシー会社もその仕事を手伝うことによって、あるいはその公共ライドシェアの車が行けないときは自分のタクシーの車両を回すこともできると。ところがその公共ライドシェアの料金とタクシーの料金はそれはタクシーの高いわけですよ。なので来てくれた人はいやタクシー来ていらんのになっていう話になってしまう。いやそこを埋めればいいんですね。それ自治体で埋めていただく、場合と県が協力させていただくこともあるかもしれませんけど、どの車両が来ても一定の値段で機内を移動できるということになればですね、そうするとタクシー会社も潰れないですもんし、それから公共ライドシェアっていうのもできて、移動したい年寄りが、もう今でもそうですけど80、90になっても車運転してますよね。で免許返納してくれって、免許返納してくださいって警察も推奨されてますけど、どこの話やと。ここで車運転できやんならスーパーも行けへんし病院も行けへんかなと。いう運転しとる時が幸せなんだという方がおられます。いや それはもう子供らとしてはめっちゃ心配と。でそれに代わるものを提供せずに免許返納してくださいは無理があるんです。だからそういう制度をこれから、三重県では鈴鹿市さんと一緒になって、他の市町さんと一緒になって作っていきたいなと思っております。のでちょっとこう力入ってしまいましたけど、やっていきたいと思いますのでご協力よろしくお願いします。それから鉄道と幹線バスも非常に重要です。まずは交通空白地域の移動をどういうふうにするのかっていうのを考えた後で、でこれは老人という交通弱者に対してどうするのかっていうことなんですけど、今度は学生も実は交通弱者ですね。その人らが使うのは伊勢鉄道であり幹線バスですので、ここの充実もですね、我々としては充実が、維持費を含めて考えていかないかなと思います。伊勢鉄道は実はJR 国鉄が民間にですね、第三セクターに移管した鉄道の中で、実は輸送量は全国5倍以内に入っているんですよ、必ず。でコロナの時だいぶ下がりましたけど、でこれが今コロナ終わってちょっと増えてます。で通勤の方も今までコロナが怖いんでって車に変わられた方は戻ってきてますんで、なんとか維持はしていきたいというふうに思ってます。これは県だけではなくて鈴鹿市さんのご協力もいただきながらやっていきたいと思っているところでございます。すいません、運輸行政という話を聞いて、あそうかって、
県がタッチするとしないとではこんなに違うんだなっていうのをちょっと改めて思わせていただきましたけれども、あの公共交通については県民アンケートでも非常にあの高い位置にありますし、実は鈴鹿市 の, あの総合計画を作る時のアンケートでも非常に皆さん方の関心の高い、あのもっと改善をしてほしいというところでのワーストに入っているところでございます。それに向けて取り組みは進めておりますけれども、ぜひともあの今後ともお願いをしたいというふうに思っております。今日は実は知事、あの両方とも共通する問題は鈴鹿の両側に県と津市があって、実はこう四日市、経済に四日市があって、その中であの医師のこう集約っていうのも平成15、6年の時から小児科医師や産婦人科医師 の, あの集約を取ら、まあ、言い方をあの言葉を選ばずに言えば取られていってしまった自治体なんですね。でそれから現状をあのこう二十数年経った時に今こんな風になってて、今までおとなしい鈴鹿市民だったんですけど、ぜひともあのそういったあの20万人、おる市民の皆さん方とも同じ思いで、医師の確保、それからできるだけ公共交通も一人一台の時代から変わりましたけれども、スムーズにあの高齢者の皆さん方がこの町で住み続けられるようにということで課題にさせていただきました。今日はたくさんいろんなあのご提案いただきましたので、しっかり施策にもあの落とし込んでいきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました、そろそろ予定の時刻も参っておりますので、この辺りで対話を終了させていただきたいと思います。最後に1日時から本日の遠隔対話のお礼を申し上げます。今日は皆さんありがとうございました。特にあの瀬本市長、本当にありがとうございました。まあ、目から鱗ということは本当にあの重要な課題をですね、さっきもあの私からの回答の中で申し上げさせていただきましたが、同根というのは同じところにですね理由があるということだと思います。実は私も神山ですから霊気地区で同じ思いをしております。25万人のこの地域を見捨てることがないようにということでありまして、まあ、あの津と四日市、まあ、大都市と言えるかどうかと、まあ、都市があるもんですから、そっちがまず1番目2番目になっていくよねっていうのは、これはしょうがないことではありますけど、必要な発信はやっていくべきだというふうに思います。で、医師の方はなかなか特殊な職業なので、全体の数が限られているのは日本中でってことですけど、限られている中で、またドイツみたいにあの国が命じてお前はここで働けっていうことが言えない今制度に日本はなってますんで、まあ、それもどうかと思いますけど、まあ、すぐには変わらんということでありますと、まあ、徐々に変えていくしかない。ただ公共交通の方はあの鈴鹿っていうのは私は三重県の中で一番進んだ市バスがありますんでね、地域だと思ってますんで、その財産を根っこにしてさらに交通詳しがなくなるようにやっていくのはこれ可能だと思っています。県としても最大限の支援をさせていただきますし、あの瀬本市長は、県への発言力も非常におとなしいとおっしゃいましたけど、まあ、あの非常にあのモデレートな上品な方でいらっしゃいますけど、発信力をお持ちでいらっしゃいますし、県だけではなくて国の審議会にもたくさん入っていただいてますので、発信もしていただけるものと思ってます。これからも県と一緒になって鈴鹿を良いようにしていきたいと思っております。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。それを続きまして、本日は市長の連絡会を終了いたします。ありがとうございました。